でした。ありがとうございます。今年、はい、最後のランチライブでございました、はい、お疲れ様でございました。もうだんだんランチも、もうあれですか、どんぶりで行くんですか、しばらく、しばらく迷ったらどう。確かに丼結構いろいろいけそうですよね、はい、いろいろもう果てしなくいけそうですよね。皆さん楽しみですね。いろんな他人丼を作ればいいんですよ。他人をね、どの組み合わせで他人でいくかっていうね、はい、皆さん楽しみにね、していただきたいと思います、うん、なんかあれ焼肉とかの話になってましたけども、はい、焼肉でね、なんか最近ネットでご飯を食べるか食べないかで論争みたいになってるというのを聞いたんです。焼肉の時に、焼肉の時、焼肉行ってご飯を、白ご飯を食べるか食べないか、好きにせい。まあでもそれはもう、それはもう単純にこだわりありますか。お酒を飲まはる食べ、飲まないかじゃないですか。なるほどね。今イメージですけど、僕はお二人は、うん、サムギョプサル系の時は食べます。ああ、なるほど。包み野菜の時は一緒にご飯も入れたいんで。なるほど。まあおかずとして食べるとか、ね、なんかいや、うん、ではなく、そうご飯をおかずとして食べたい。あ、ご飯をおかずにするの。そう。なんかサンチュとかごまの葉と肉とご飯と包んで食べる。うんうん、ああ、ご飯を包んで。ああ、なるほどね。なんかそしたら、そのご飯、白ご飯と食べ、うん、肉食べてるって感じじゃなくて、うん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 、それこそそのおかずとしてご飯も使ってるみたいな感じで、それすごい僕は好きなので。ルーの一つとしてね。はい、まあそれこそ手巻き寿司的な。よりももうちょっとご飯感が少ないというか。あ、ご飯の量も めっちゃちょっとずつなんで、うんうんうん、なるほど。それはすごい好きですね。サムギョプサルの時は、まあ、多少食べるぐらい。多少、そう普段の普通の焼き肉みたいな時はもうでもね、あった方がうまいんですよ、間違いなく。あ、うん、そうなんや。そうかうまいはうまいけど、うんうん、まあでもなんか飲みたいから食べんとこかなみたいな。お腹いっぱいになるしね。そうなだから味で言うと、うん、絶対あった方がうまいです、ご飯が、はい、あ、なるほど。口の論争はどういう論争なんですか。なんかね、その論争的には焼肉の時にご飯食べるなんて信じられへんみたいな、そういう人がいて、結構大多数、もうほぼほぼ確実にお酒飲む人の意見じゃないですか。そうなんかな。でも それでも、うん、その昔はでも飲めなかった時代は絶対食ってたわけや、なんかね、その人らの言い分としては、なんかご飯はいつでも食べれるのに、そのお腹いっぱいになってしまうやん、ご飯食べることで。食べ放題のルールですかね、それ。あ、もしかしたら。そうなんかな。だからなんか、だって肉は肉を楽しみたいんやって、まあ、その人は。わかるんですけど、でもなんか僕、まあ、なんか肉食べ楽しみたいけど、絶対他のキムチとか、なんかまあ野菜とかがあった方が僕は、そうやね、それがさらに引き立てるとね、はい、その口にタイプ側、ね、あのアイスクリームのコーンみたいなもんですよ、ね、ああ、そうですね。なんかそれがあることによって、うん、アイスクリームがより美味しく感じる。すんげー肉食いに行ってる人たちじゃないですか、もう。ああいや、まだ行ってない人やと思うで。だって食べまだ、だって食べたいんやろ、一周回ったらそこに行くはず。いや、あのそんなもう肉いらんよってなってくるんだ。なるほどね。美味しい肉ちょっとと、なるほどね、それに準ずるものがあったらいいみたいな。なるほどね。まあ、どっちかやね。食べ方で、ご飯でお腹いっぱいにしたくないから、元取る、盛る、元取るためにみたいな。なるほど、なるほど。そっちの方が気が強いよな。なるほど、確かにね。え、ぽんちゃんはまあ食べる。まあ僕は飲まないので、ね、あの、最初にご飯も頼んで、なんなら最後にもう一回その、ご飯も食べたいし、石焼きもないしを食べたいし。なるほど、なるほど、なるほど。冷麺とか。サイドメニューも楽しみたい人なので。なるほどね。肉だけじゃなくてね。はい、いろいろバラエティー、はい。ただね、私、ご飯は全然いい派なんやけど、食べ放題とかスタッフ連れて行くでしょ。はい、あの、普通に、まあ、まあ、スタッフみんなで行くから、はい、まあ、食べ放題じゃないですか。あの、はい、どうしてもね。そうすると、カレーライスとか食べようるんですよ。あの焼肉食べ放題って。それはもう譲るでしょ。カレーライス食べるって思うんですよ。焼肉食べ放題。食べちゃうんですよね、あったらね。なんかまあ、そのアレンジはできますけどね。の焼肉に、肉のして。そうカレーに肉のせて。確かにね。だって、そこのカレーは多分、あ、そうか、美味しいんかな。まあ、肉の出汁とかで作ってるんやったらええけど。インスタントやね、絶対。業務用のね。それを食べるぐらいやったら肉でお腹いっぱいしたいわと思う、私は。あ、まあそうですね。だけど、
アイスクリームは5個ぐらい食べる。あのシュワスみたいなやつ、いろんなやつ、あ、バニラとイチゴとみたいなやつ、それは食べるけど。そう、なんかありますか、その他に。なんかこうこだわりみたいな、これは譲れみたいな、そのこう食べ物でも何でもいいんですけど、まあ、僕はこだわりありますけど全然譲りますけど、ね、そうか、別に僕はこうするだけで人にそれを強要しないです。全く、いや僕もそう、まあ、でも一応そんなこと言ってると話が面白くないので、いや言うと、うん、何があるかな。でも確かにね、私もそのネットニュース見てて、あの思ったのは、いや自分は自分でいいやんと思ったら、確かにだからそれを人に押し付けるのは絶対、ほらそのネットニュースでは、白ご飯食べる人信じられへんとか、白ご飯食べる人とは焼肉食べに行きたくないとか、そういうのがあったらしくって、それはなんでやろと思った。まあそれは多分ネットやからそうなんでしょうね。ああなるほどね。ここで食べてたら言わへんわな、うん、ちょっとしょぼめのこだわりやと、うん、僕はコーラを、うん、炭酸を飲みたくなるんですけど、うん、強炭酸は苦手なんですよ。僕の中でコーラは強炭酸なんで、なるほどなるほど、必ず一回蓋を開けて、うん、プシュってなりますよね、うんうん、でもう一回蓋閉めて、うん、振って振る、わざわざ、はい、振って、うん、もう一回抜いて飲みます。昔ってさ、もっと強なかった、これ何回か言ってるかもしれんけど、昔ってその自販機からガンと落ちてきて、うんうんうん、開けたら絶対プシュになってる。最近ならないでしょ。ああなるほど、ちょっと弱めなのかな。弱なってると思う、そもそもが。昔のコーラとかうわってなったの、さらに弱めます。へー、だから微炭酸が好きですね。うん、でもそれは分かるけど、コーラ飲みたくなる、まあ、ピザとかにはコーラとか、なるほどね、そういう名前。僕でも逆ですね。ハイボール飲むとき、まず炭酸抜けてたら、もう残したら、もう飲みたくなくなるんで。へー、ちゃんとしたバーやったらもう言わないですけど、バーじゃなかったらもう混ぜないでくださいって言います。ああなるほどね、はい、バシャバシャ混ぜると抜けるからね。そういうことか。混ぜ、ほんまに混ぜてほしくないのと、うん、炭酸が冷えてんのと冷えてないのでだいぶ変わるんで。あ、そりゃそうだね。冷やしといてくれないと氷が溶けるんですよ。ああなるほど。だからめっちゃ水っぽい、あそうかそうか、うん、薄なるんやね。薄いハイボールになるんで。なるほどね。ほんまに炭酸は冷やしといてほしいな。炭酸飲料を僕は500ミリか350かどっちか売ってるんですよ。うん、間が欲しい。いや400ぐらいの。500は多いんです。あ、なるほどね。ペットボトル500は多いけど、はい、350は少ないんです。なるほどね。そうか、炭酸ないね。ちょっと残しちゃいますもん。確かになんかあのペットボトルのちっちゃいサイズのペットボトルとかあるけど、あ、はい、でもあれも350ぐらいか。あれ350なんですよね。確かにね。でも缶が350と思ったら、まあ別にそんな少ない気はせんけどね。あ、まさに。それはあるかもしれない。あのちっちゃさに騙されるかも。なるほどな。でも、私、あの、缶やったら飲み切らなあかんやん。うん、はい。ペットボトルやったら閉めて置いとけるやん。うん、はい、それがあるから、缶の、例えば、なんか缶の500ミリの缶とかあるやん。ああいうあれはでも確かに部活帰りじゃないときついです、ね、だって500の、一気飲みできるアクエリアスみたいなのはね、もうでも部活帰りはもうあれがないと思う。部活帰り優しさか分からんけど600ミリにしちゃうでしょ。あの増量みたいなね。増量でね。申し訳ない。あれは多分ね、値段上げたいからや。申し訳ない。ああ、だって今コーラと180円で売ってるって上がってる。自販機はうちの近くは安くて助かってるけど。昔100円やったものが今180円。え、コーラ180円するの今。あのペットボトル。スーパー行ったら未だに88円とかする。知らんかった。それが180円がスタンダードになってるんです。知らんかった。なるほどな。時代はね。まあそうか、こだわり。コーラって結構。コーラ社って結構足元見るんでね。あ、そうなん。あの、僕嫌いなんか、色が嫌いなんですけど、まあ、コーラが多分あんま好きじゃないんですけど。やっぱり、あるね、この人は。僕、コーラが好きなんですよ。で嫌いで、なんでかって言ったら、たまに、場所によっては、水ね。水ね。水、場所によっては130円とかで売るんですよ。はぁ。ペットボトルの水。うん、ああ。で、場所によっては100円で売るんですよ。へぇ、すごい足元見てくるんで。なるほどね、帰ってくるんや。の山の上で高いとかいいんですよ。うん、フェリーでは高いとか。毎日、そうじゃなくて。普通になんか周りにあんま水が売ってなかったら130円とかで、そうなんや。あれだけですよ。他天然水とかは基本110円ばっかり、うん、やのに、はい、すごいね、
優しくないね。優しくない。優しくない。みたいな、なんか、はい、自然のみたいな。ペットボトル。言っときながら。ペコペコやな。あれ、持ちにくいわ。捨てれるっていう売りやけど、本来は多分、あの、使う分量減らせる。その、薄く作れる。あのペットボトルの素材の、あの、原価が安くなる。まあ、もちろん技術は必要だと思うんですけど、うん、それでも、破れないっていう。なるほどね。でもそういうのを、なんか、そういう目線でいろんなものを見出すと、いっぱい見つかりそうやね。ペットボトルの CM になってます。絶対発言変わってきます。絶対お前だ。お前だ。結局そういうことよな。大人の世界ってそういうことよな。なんかそういうのがあってくると絶対そういうことを言えへんってことやんな。ほんなら、ああそうか、大人の世界やな。ほんま。なんか自由でよかったね、私たち。売れないということは自由ということです。言いたい。さ、でもね、それはね、あの、思う。あの、あ、じゃあ売れないとかじゃなくて、結局、その、家庭があったらね、家庭がある喜びもあるけど、その分絶対そこに縛られるし、ね、私たちは自由やけど、その分、あの、なんていうの、そういうものは持たないわけ。だからどっち取るかみたいなね。なんか別に私別にそんな考えてるわけじゃないけど、そういうもんだなと思いますよね。なんか自由と不自由さみたいなのの、その境目みたいなのでね。だからなんか、まあ何言ってか分かるんですけど、はい、まあそんなことでございますけども、一つ得れば一つ失うってことですね。うん、ね、本当、まあ、とりあえず焼肉は好きに食べましょうっていうことですかね。そういうことですね。はい、まあじゃあ、はい、いやでもそれはね、もう好きに食えばいいですけどね。確かに。俺誰かがそれなんかご飯とか食ってて腹立ったことは一度もないね。ないよね。ない。確かに。あ、でも私はカレー食べてるの見たらカレー食べんに腹立ちはせえへんけど、疑問。まあね、ここでカレーなんよって思うことはある。まあわかるけど、食べたくなる気持ちはめっちゃわかるけど。逆の方が腹立ちますけどね。なんかスタッフ、学生スタッフとかと一緒に焼肉、まあ食べ放題じゃないとこ行って肉ばっか食ってたら、いや米食えって焼肉食べ放題じゃないとこでね。そう確かに逆に米食えって思うよ。腹を膨らしとけみたいな。強制的にご飯大盛り2粒頼むかなみたいな。確かに。学生とかね、食べるからね、またね、量ね、ほんまね。しかもバンバン一番高いやつ頼んよるんで。なるほどね。それはほんまに一応こいつとはいかんと思います。覚えとけよみたいな、その社会のルール的なね、そういうものを学べよみたいな気はね。いやでもいいね、あの上司というかいい社長を持つと、こうやってね、焼肉でも連れて行ってもらえるので、食べ放題じゃないとこに行ってね、皆さん幸せだなっていうのを気づいていただきたいと思います。はい、ということで、はい、今日でね、もう、はい、あのランチライブは最後でしたけれども、はい、また来年のまたメニューも決めないといけないですが、はい、まあ、その前に、クリスマスイブの、はい、リセと、はい、新曲発表が残っておりますのでね、皆さんよかったらぜひね、そちらの方を楽しみに、お願いします。最後まで、ぜひ応援していただきたいと思います。はい、はい、ということで、今日はフラッツさんのランチライブでございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。